今週なんですけど、はい、ベビースイミングというものにですね、私行ってきまして。ベビースイミングに行ってきたのか、お前。行ってきたんです、私。ベビースイミングっていうのは、うん、まあその赤ちゃん用のスイミング教室、うん、まあもう分かるよ、なんですよ。うん、まあだやっぱ4年もやってるとさ、うん、こうなってくんのよ。もう俺ベビースイミング行っちゃってるから ね、 ね、そう。何の話してたんだろう4年前。4年前何の話してた。4年前は本当だからね、成人式で当時デリヘル、大阪のデリヘルの電話受付やってた時の社長に、うん、成人式行ってこいってお金をもらったけど、うん、それお金を全部溶かしちゃって競馬で、うんうん、そのまま風俗に行ったみたいな話をしてたんです。そうだね、境東のね、うん、2000円でその成人割引が効くホテルね、うん、が4年経ったら、で4年経ったらもうあの、うん、子供とですね、ベビースイミング、ベビースイミングに行きました。歯が黒いですね今日も。歯の黒さだけは変わってないんですけどね、歯の本数は減ってますけど。そう、本数は減っちゃってるんですけど、うん、で行ってきてさ、まあ、もともと北海道に奥さんと子供が住んでたんですけど、うん、それがまあ最近一緒にね、うん、住めることになって、はい、で北海道にいた時から、うん、そのスイミングにはちょくちょくね、うん、通わせてたみたいなんですよ。だってそんな1歳とかで通えるの、あ、それ通えんのよ。あ、そうなんだ。そう、やっぱ浮きみたいなのつけるからさ、うん、腕に、うん、分かる、なんか沈まないように。分かる分かる。俺も行ってた、多分ベビースイミング。あ、言ってた。俺お母さんがスイミングのコーチだったから、うん、あ、コーチだったの。そうそうそう、萌えちゃん、うん、さ、すごいね、うん、まあでも水泳はやっぱさ、ちょっと役に立つかなというか。まあね、水泳は全身運動だし、すごいいいって言うしね。そう、なんかあった時もなんかね、うん、泳げた方がとか、まあね、うん、思うじゃない、ちょっと、うんうん、でそれで会話してて、うん、で東京来たから、うん、その支店みたいなのが、うん、立川にもあるんですよ。その北海道にもあって、はいはい、立川にもあって、うん、ではあの別に会員登録とかもスムーズにね、一刻できるから、うん、だからちょっと一緒に行こうって言われて、うん、で行ってさ、はい、俺がね、うん、入れてくれって言われて、で行ったのよプール、うん、2人でね、辰丸と、うんうん、そしたらコーチみたいな先生がね、うん、いるんだけど、あ、はい、うん、スイミングのね、スイミングの、うん、まあ、本当なんか、まあ、お姉さんっていうか、まあまあ、おばちゃん、うん、すごい明るい感じの、はいはいはい、どうもーみたいな、うん、コーチでーすみたいな。まあね、やっぱそのテンションじゃないとスイミングコーチは伝わんないですよ、ね、そう感じなのよ、まあ、お父さんお母さんとよろしくねーみたいな、子供を相手にするから。そうそうそう、うん、で俺にもさ、すごい気使ってくれてさ、うん、あ、お父さん今日はよろしくお願いします、初めてなんですよねみたいな、うん、大丈夫です、安心してくださいねみたいな、うん、で普段は、うん、結構その、まあ、土日とかだと子供も結構多いんだけど、うん、はいはい、俺平日だったから行ったのが、うんうん、そのベビースイミングやってたんだけど、うん、もう俺ら一組だった、貸し切り。貸し切り。マンツーマン、マンツーマン、お、広いプールで、うん、一人だけなんかめっちゃクロール早いおばちゃんがバーって一人個人的に泳いでたけど、うん、一つのレーンで、うん、それ以外はもう俺らしかいない状態、はいはい、うん、で、まあ、今日はちょっと少ないんですけど、うん、まあ、それでも安心してください、やりますんでねみたいな、うん、じゃあ、じゃあお願い、よろしくお願いしますみたいな、で、それで最初体操みたいなんだよ、うん、まあね、はい、水入る前は。そう、じゃあ体操していきますんで、うん、じゃあまるちゃん、まあ、まあ、ちゃんね、うん、まあ、ちゃんと呼んで、普段なんて呼んでますかって言って、まあ、ちゃん、じゃあここでもまあちゃんにしましょう、うん、そっちの方が子供も乗ってくるんです、はい、じゃあまあちゃんちょっとパパの前にね座ってとかって、うん、でなんかそのさ、子供がやりやすいような体操っていうの、うん、なんか、はい、パンパン、手は頭みたいな、なんかそのミュージックがさ、まあまあ、頭、肩、膝、ポンみたいな、うん、とか、ね、膝、ポン、膝、ポンみたいなのをやっていくのよ。伸ばせんのか、ほんとに。そう、それで、うん、まあ、やっていくんだけどさ、まあ、辰巳はちょっと緊張してるっていうか、うん、全然乗ってないのよ。膝ポン、膝ポンとか、そんな明るくやってくれてんのに。そうそう、うん、全然乗ってなくて、うん、でそれでなんか
じゃあお水さプール入りましょうねって体操終わってさ、うんうん、プールも入って、うん、でなんかなんだろう俺が抱っこしてね最初は、うんうん、プールの中で、うん、で同様に乗せて、うん、こう体をゆらゆら、水面にこうなんだろうゆらゆらさせていくみたいな水に慣れさせるみたいなのがあって、うん、でそこでゾウさんとかさ、うん、先生が歌ってコーチがね、うん、じゃあ行きますゆらゆらするよみたいな、うん、ゾウオさんゾウオさんとめっちゃ明るいのよ、うん、だらっ広い中でさ、うん、でそれで辰丸が全然乗らなくて、うん、それ乗らないんだなんかでそれなんか申し訳ないなっていうかさ、うん、なんかあんまりその家でも童謡とか、うんうん歌ってなかったし、あ、そうなんだ。そうそうそう。だからなんかあんまりその辰馬ももしかして知らねえのかなとかさ、父さんも。そうそう。でそれでまあなんだ乗ってないのも先生もなんか伝わってるし、うん、でおもちゃをね、うん、そのバーンって水面にあのぶちまけて、うん、でそのおもちゃを水でこうチャプチャプしながら。うんカゴに片付けましょうみたいな、はいはいはい、なんかそういうスイミングのスクールみたいな遊び、うんまあ、遊びもあるね、うん、でその時もじゃあおもちゃいっぱい入ってるよみたいな、うん、行くよ、うん、バーンみたいな先生がさ、うん、やって、うん、でそれを片付けに行くんだけどその時もなんかさ、うん、あんまりなんかもう緊張しちゃって、うん、辰丸が、うんうん、だからあとプールサイドのヘリをさ、うん、手をかけて、うん横移動していくカニさんっていうはい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 あるねのがあるんですよ、はい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 ね、でそれもじゃあ先生がコーチが最初やるから、うん、よく見ててねみたいな、うん、カニさんカニさんずーっと満勤でやってくれるのカニさんラッキー池田さんぐらい満勤でやってくれるそうそうでやってんだけど、うん、全然反応がないの、うん、そういうことがものすごい続くわけ、はいはいはい、であれみたいな、うん、これ なんだろうこの空気みたいな、うん、ちょっと俺も味わったことあるなみたいなこれ知ってるこれ何なんだろうみたいな感じで思ってたら、うん、あそうだと思って、うん、あこれ先生、うん、ずっと滑り続けてんだと思って、うん、ずっと滑り続けてんの言ってみればカニさんカニさんとかうわーすごいですよおもちゃがとか、うん全く子供は無反応な、うん、お客さん一人一人、うん、でもその中でも、うん、なんとかこうなんだやんなきゃいけないじゃん、うん、で子供を水にならせて楽しんだよここはっていうことを伝えなきゃいけない、うんはいはいはい、でそれに気づいてさ、うん、これすげえ職業だなと思ってスイミングスクールのコーチ、うん、確かにきちいなんかそ、うん、鉄の心、うん、もうどれだけ滑っても、うんやり続けるみたいな、うん、何の反応もないのに、うん、カニさん、うん、カニさんハイチャプチャプとか、うん、子供全然盛り上がってないの、うん、それを満勤でずっとやんなきゃいけないっていう、うん、なんか本当にすごい職業だなと思って、まあ、確かにね芸人と近いのかもしれないねそうなのよなんか ピン芸人みたいなこと、ね、そうピン芸人の人もさまあお客さん少なくて、うん、マジで笑わないなみたいな時も満勤でやるじゃんやる、うん、そうだからそういうと同じだからささっき萌えちゃんが、ね、お前お母さんが、うん、そのスイミングスクールのコーチだったって言ってたじゃん、うん、だそれも聞いてもあんなことを毎日やってたのかと思うとさ、うん、それはやっぱちょっと変になるっていうかさ、うん、うわーとか言ってんのかな家族とかに見せないそういう部分あると思うんだよ思ってえな極端の子供空気階段の踊り場平和白鳥元井鈴木元井ウイ元井鈴木名はモグジロウ人呼んで風天のモグと発します